水軍大都督周瑜は玄徳軍の軍師孔明の知略を恐れ罠を仕掛けた。3日で10万本の矢を作れと命ぜられた孔明は一命をかけ敵陣に接近して見事に目的を果たした。さらに孔明は火攻めを提案し周瑜と意見の一致を見た。孔明への殺意を捨てた周瑜は共に曹操打倒を誓ったのである。曹操は周瑜の策略に対抗するべく雑賀と雑中の二人を呼びつけある密命を与えようとしていた。雑賀と雑中は周瑜の策略にかかって命を落とした水軍大都督雑謀のいとこであった。呉の水軍を破るにはこちらから人を送り込み、よく敵の内情を探ってから計略を立てねばならぬ。仰せの通りと存じます。お主たちは内通して首を切られた細胞のいとこ。内通した一族であれば敵に降伏しても当然のこと、誰も疑わぬであろう。細胞の汚名挽回の良い機会だ。成功の暁には両名とも重く取り立てるがどうだ。我ら両名慎んでお受けいたします。うん、心変わりいたすでないぞ。我らの家族はこの慶州に留めてあります。誓って心変わりいたしません。よし、500の兵を与える。直ちに船を出せ。はっ。雑賀雑中と申したな、細胞の一族か。はっ。曹操に首を切られた細胞のいとこです。細胞の仇を討たんと揃って参上いたしました。何とぞ降伏を認め先陣にお加えください。うん、細胞殿を切られた無念はよくわかる。お主たちのけなげな志が気に入った。よろしい、我が軍に加えよう。はは。手柄を立てるがよい。期待しておるぞ。歓迎、そなたの指揮下に組み入れる。丁重に扱えよ。はあ、何をぼやぼやしてる。降伏してきた客人だぞ。はい。周瑜殿、あの二人本心からの降伏ではありません。家族も連れてきてはおらぬし。本心であることがわからんか。あれは曹操を憎んでいる顔だ。私にはわかる。うん、そうに決まった。そのように疑い深くては天下の英傑を集めることはできんぞ。どうもわからん。何を考えているのか。降伏してきた者たちのことですかな。あれ、もうご存知で。細胞のいとこ雑賀と雑中のことです。周瑜殿はすっかり信用して味方に引き入れましたぞ。なんとも軽々しい。何がおかしゅうござる。周瑜殿に担がれたあなたがおかしかったのです。担がれた。長江を挟み膠着状態にある今、なんとか決戦の糸口をつかもうと曹操が雑賀と雑中を送り込んだのです。周瑜殿はそれを見抜き逆に利用して二人に内通させるつもりです。はあ、なるほど。それにしてもこの私までを。敵を欺くにはまず味方からと申すではありませんか。さすがは孔明殿の敬願、恐れ入りました。
この先の周遊殿の手を楽しみに。まずは一献。その日、三高校にある戦闘水軍隊より郊外将軍が到着した。郊外将軍は孫家三代に仕える武勇の誉れ高い忠節な老将であった。郊外は密かな決意を胸に大都督周遊との会見に臨んだ。曹操の水軍は大軍、まともに戦っても勝ち目はないだと申して、ただいたずらに時を過ごせば敵は訓練を重ね強力になる。我が方は少数ゆえ不利だ。郊外将軍、そう申される以上何か策があってのこと。もちろん、火攻めしかありますまい。それを誰に？誰でもござらぬ、わしの考えじゃ。その策は私も考えていたことです。おお、周遊殿も。こちらから誰かを降伏させ敵陣へ送り込むのです。確かな策じゃ。しかし本心から曹操が信じるかの。西夏と西中という武将が降伏してきています。もちろん曹操が送り込んだ回し者、この二人を信用させ内通させようと考えています。周遊殿はすでにそこまで考えておられたのか。さすがは大都督。ただこちらから降伏する者を誰にするか、それ相当の武将でなければならぬが。このわしでは役不足かな。え、将軍が？いや、それはできません。この後にとっては最高の功労者、それこそ我が殿にどんな咎めよ。わしも言った、最後のご奉公じゃ。わしがやらねば誰がやる。頼む、周遊殿、やらせてくれ。曹操を信じさせるために苦しい手も打たねばならぬかと。もとより覚悟してござる。郊外殿。ああ。翌日、周遊は水軍全軍に通達し、幹部武将を緊急に招集、軍議を開いた。その中に降伏した西夏、西中、そして孔明の姿もあった。曹操は20万の水軍と100万の軍勢を布陣させている。今この大軍に攻撃をかけても勝利は難しい。そこで各々の軍団は3ヶ月分の兵糧を受け取り、来る合戦に備えることにする。待たれ。郊外将軍、何か意義があると申すか。おお、大都督ともあろう者が何たる弱腰。三ヶ月分の兵糧が三年分に増えようが、そんなことが何の役に立とう。何？今曹操を時与えれば勝ち目はない。三ヶ月ものほほんと待機するくらいなら今のうちに降参した方がいいわ。黙れ、郊外。私は孫権様から降伏を口にする者は切って捨てようと命令されているのだ。黙らっしゃい。この郊外おいたりとはいえ、この五の国三代に仕えてきた者、貴様ごとき青二歳の独断に任せられるか。私は殿に命じられた全軍の指揮者だ。背く者は許さん。郊外の首を切れ、切れ。郊外将軍は殿の信任も厚い重臣です。打ち首だけは思いとどまってください。軍議に背くか。観念下がれ。口答えは罪なれど、郊外将軍も年でございます。なんとか見逃しのほど。周遊殿、私からもお願い申す。死罪は国のためにもならず、曹操が喜ぶだけですぞ。皆がそれほど申すならば命だけは許そう。だが規律に背いた罪は消えん。百叩きにして謹慎を命ずる。32
33! 34! 35! 36! 37! 38! 39! 40! 41! 42! 43! 44! 45! 46! 47! 48! 49! 孔明殿、少し薄情ではありませんかな。何のことです。またおとぼけを。孔外将軍は苦痛でうめいておりますぞ。客人のあなたなら孔外将軍の弁護の一言ぐらいは。ロシク殿、私をからかってはいけません。なんと、私は今まで孔明殿をからかったことなどありませんぞ。では周遊殿の芝居だったと気がつかなかったのですか。芝居？さよう。私が出る幕ではありません。はあ。郊外将軍に降伏の申し入れをさせ、それを最下と最中に通報させるのが周遊殿の目的です。曹操を欺く苦肉の策です。苦肉の策。なるほど。私が知っていたとは決して周遊殿には言わぬことです。承知しました。苦肉の策と分かれば私も口外はできません。私も周遊殿の仕打ちに不満だと伝えておくのがいいでしょう。周遊殿、いつになくご立腹であったがなぜでござる。それより兵士たちの様子は。はあ、誰もが不平を漏らしております。それで孔明の様子は。周遊殿は白状者だと申しておりました。そうか、今度こそ孔明を出し抜いたぞ。実は郊外将軍を敵に送るための策、撃たれる将軍よりも私の方が痛む思いだった。そうであったか。それにしても孔明殿の思慮の深さには恐れ入ったわい。おいたわしい。将軍は大都督に何か恨まれることでも終わりだったのですか。いや、別に。ではもしや苦肉の策では。それを知っておられたか。やはり大都督は日頃から将軍を尊敬していましたからな。それがあの仕打ち、納得できぬことです。わしは五の三代に仕え恩子を被ってきた。だが何の恩返しもできずに追いさらばえた。そこで苦肉の策を聞き届けてくれた大都督に感謝こそすれ、恨む筋合いなど毛頭ござらぬ。よく打ち明けてくれました。将軍の忠誠に引き換え私は恥じ入るばかりです。いや、打ち明けたのもお主を信じたから。お主でなければできぬ仕事がある。わしの降伏状じゃ。曹操のもとへ届けてほしい。喜んでお引き受けいたします。たとえ一命にかけても必ず。この国の命運はこれで決まる。頼む監督殿。はい。おい、こらこら、どこへ行く。夜釣りに来ただな。釣りだ。こんなところに魚などおらぬぞ。大物が釣れるだよ、曹操ってのがな。何、怪しい奴め。敵の患者だな。その通り。五の参謀監督と申す。こりゃ驚いた。大物がかかったぞ。
捕らえろ。監督、その方が呉の有力な参謀であることは聞いておる。この夜更け何をあって忍んで参った？上昇曹操は世の英傑を求むること、水を求むる砂漠の旅人のごとしと聞いていたが、これは見損なった。何？郊外将軍も飛んだ噂を信じたもんだ。郊外将軍、あの呉の老将軍のことか？さよう。周囲に大恥をかかされ、不満やる方なく上昇へすがろうとして私を使わされたのだが、愚かなことであった。上昇、郊外は呉の三代に仕えた名将です。聞いておる。おそらく水軍の中枢を指揮しているはず。監督、その証拠があるのか？重ね重ねの増言お許しください。これも上昇の心を押し計らんがため、郊外の密書にございます。確かに恥辱を受けた郊外の怒りはわかる。食料と武器を船で献上するとあるが、監督、これが苦肉の策でなくて何だと申す。わしの目は騙せぬぞ。甘く見るな。こやつの首を切れ。切って捨て。はっ。待たれ。その密書のどこが不審だと申される？首を切る前に聞かせてやる。郊外が降伏すると抜かしながら、なぜその日を記しておらぬ？ははははは。何がおかしい？これが笑わずにおられるか。上昇は兵法の書を読み漁り、優れた文才もあると聞いておったが、欲も抜け抜けとほざいたもんだ。何？これほど無学とは思わなかったわ。早いこと兵をまとめて引き上げるがいい。わしを無学というのか？おお、策略も知らず、物の道理もわきまえぬ者は無学であろう。申せ、そのわけを。郊外将軍ほどの人物が呉を裏切るのだ。失敗は許されぬ。期限を決め、その時に何かの支障でも起きれば、上昇は信じますまい。こういうことは慎重に慎重を重ね、時を見て決行するのが常識でござる。それを分からぬ上昇を無学と申して何が悪い。さすがは呉の参謀監督、道理にかなっておる。監督、喜んで郊外将軍とそなたを迎えよう。おお、お聞き届けのほどかたじけのうございます。今宵はわしと共に飲もう。明日は呉へ戻り、郊外将軍と内通の打ち合わせをするのだ。はっ。問答の最中、彩花からの書状が届きました。これで曹操も信じたようです。危ないところであったな。監督殿の弁舌のおかげじゃ。痛い思いをしたが無駄骨ではなかった。あとは官吏と諮り、彩花たちに手はずを整えさせましょう。うん、もう一押し頼む。何が大都督だ。あいつは許せん。ああ、郊外将軍が気の毒でならぬわ。わしはもうあいつの下で働くのが嫌になった。わしもだ。曹操は多少の罪を許し、有能な部下には恩賞を与えて用いるというぞ。それでこそ上昇だ。郊外将軍と落ちるか。わしもそれを考えていたのだが。聞いたな貴様ら。生かしておけん。お待ちください。我らの本心お聞きください。何？本心？でたらめを言うと叩き切るぞ。実は我々は上昇の命令を受け、偽って降伏してきたのです。まとか？それは。はい、将軍たちが上昇のもとに下るのなら喜んで手引きいたします。監督の言葉を信じた最中は、投降の手はずを記した密書を曹操のもとに届けることにしたのである。これが
郊外と周囲の仕組んだ罠だとは最中は知る由もなかった。あの密書が曹操へ届く。苦肉の策も成功ですな。うん、これで曹操の首が取れる。切り札は切られたか。乗るでしょうか、曹操は。いや、あと一手。やはり郊外将軍の降伏の船はへさきに青い竜の旗。青い竜の旗。うん、食料を満載した船を連ねてくるそうだ。土産も持参とは念の言ったことですね。郊外ほどの大物なら敵陣の弱点も熟知しているはず。重要な情報が手に入ります。郊外様々ですな。こりゃ楽しみだ。どうも気になる。は、郊外将軍ともあろう者がそうやすやすと降伏するであろうか。もしや西下と西中が寝返り後に下ったのではあるまいか。そのご懸念もっともだと存じます。私が密かに探ってまいりましょう。おお、先に周囲を訪ねた召喚殿、うってつけの役目です。言ってくれるか、召喚。はい、敵の塵は見てきております。先の失策挽回のためにも。うん、頼む。は、郊外の一世一代の苦肉の策であった。文字通り我が身を苦しめての策であった。だが曹操は一抹の疑惑を抱き、召喚を後に密行させた。謀略と謀略との際どい駆け引きが渦を巻き、長江を血に染める大決戦の時は刻一刻と近づいていた。